スーパーマリオブラザーズ2-1-1。スーパーマリオブラザーズ2-1-1ですね。スタート行きましょうか。さあ、先行争いですが、ポーン、ペコーン、いっといての、クリボーはしば、さらにステップを踏んでいきたい。フリはどうか、フリをかけんか。おっしゃ、フリは引っかかった。で、中間いらんわ、もう中間進化したら危ないから。そのまま音符踏まないように走り込んでいきましょうか。赤ゴーラかわしていって、フリはどうした？何か手応えが悪かったみたいです。俺としてはめちゃめちゃ嬉しい。おね。サンフラワーフィールズ、サンフラワーフィールズスタート。おっと、プニプニなって、頭狩りでいこうか。頭狩りでいかないで、おっしゃ、マリオ抜かした。でかい。頭狩りの狩りで、もう、マリオびっくりしてるやろね、さすがに。ほい。で、こっから食らわなければ俺の勝ちという形を取っていきたいんで。ファイヤーはもう取る暇ないもんな。やばい。右合いずらん。なんで？よう言ったな、それ。なんかうまいこと間入ってきよったな。ただ、マリオお前そこまでちゃうか？これ上行くねん、確か。頭借りるわ、オッケー。頭狩りで先手取っといて、亀裂あかんよ。ほい、行きましょう。さあ、マリオ突き放そう。あ、ブーツ？足場にするわ。栗を足場にしといて、生登り線行くわ。はい。あー、強制立つかもやめて。やばいやばい。それやばい、それやばい。ふっ。あ、よし、行けた。イオキャッチャーの兼ね合いが悪いからマリオ来ない。マリオ来る、やばい。急いで。降りてね。ナイス。ジャンプ？気絶しないように調整ジャンプで。もしマリオ気絶、オッケー。いい立ち回りやったね、ほんまに。完全に自分のペースで、ゲームできたね。ほい。まだ油断すなよ。あぶれ、ラグ、ラグ、あぶれ。今のところでラグパンチはマジで意地悪やで、ほんま。勘弁してくれよ、ほんま。協力しましょう。何が協力しましょうじゃ。レッドスゲードラゴン、レッドスゲードラグーンですね。スタートー、行きましょうか。まずは、鍵か、これ何？キノコの生取り捨て。ほんで、鍵取って帰ってくるケースも考えられるか、どうか。オンを変えるっていうことですよね、これね。コレコ行ってくれ。コレコ先行ったら、俺、オン上から行けるから分かるから、これ。行きましょう。おっしゃ、この悪技や。俺狙ってました。で、このまま帰っていく。で、奴らも先に提出してるんで、あいつらはマリオが鍵取ったことすらも知らずにね、負けることになるでしょうね。ゴールイン。まるであいつらからしたらマジシャンでしょうね。協力しましょう、言うてるわ。ファンエクスポーディボー、ブレードキング。エクスポーディボーですね。スタート行きましょうか。ブレードキングやってさ、アイテム取った方が良さそうなくらいなんかアイテムブロックいっぱいあるけどな。まあ、そのまま行きましょうか。くじりか！うわー！しかも、あ、でも中間だから大丈夫か。やばいやばい、早くしないと。どんぐりの人もんのか。ルイージなんか上で遊んでんな。急ごう。あ、まだ2回目やったか。さ、3回目はどうか。3回目は、ズキレスだぞ。危ない、ハンマー壊した。アタック、よし、ダブルヒットドロップ入った。なんでやねー。まあ、ガツン食らっとくわ。これ、ファイヤー欲しいな。ファイヤーちょうだい。ファイヤー無限取りするわ、これ。ファイヤーの無限取り。よし、貫通無限取りで。さらに回転。主導権握っていこう。オープン。ゴールインです。クレイジーカンボー、クレイジーカンボースタート。クレイジー交差から難しそうやね。キノコ取った方がいいんじゃない。危ない、うわー、だから危ないって言ったのに、ちょっと思ったより爆発が遅かったな。まあ、キノコ取ろうか。さすがにクレイジー交差やからね。一旦キノコの復活もあって、ゲットして、で、何する交差やろうね。キラー、青いとマリオそこまでおるから、多分なんか爆発させなあかんねんな。ほい。無償オープンでいくわ。オッケー、無償オープンで、あー、無勝負ね。あんま意味ないな。これもう一回やり直した方がいいわ。さあ、いけたかな？どうや？いけたか？あー、もう一個いるね。あー、ボムへ来た、ボムへ来た。で、これをこっち歩いてこさせて、あー、多いとはそれ、あ、入れてこささなあかんのに。あいつら爆発するの何してんねん。そんなとこで待つつもりか？おいで、ボムへ。あ、多いと提出。おい、こいつ連れて行こう。連れてきといて、んで、これ右側にシュート。いけ、よし、これでかい。ルイージごと爆発しろ。よし、ルイージもろとも爆発した。チャンス。フルメ乗ったら早いか、すごい。乗っていこう。スイーンで、こっから乗っていく、乗ってっていけばいいやろ。早いやろ、さすがに。ふっ。よし、飛び越えた。上から飛び越えて。あ、これ厳しい。で、青いと消えするかもあるから。プレッシャーかけた方がいいな。いや、俺食らっちゃうな、これ。ゴールやめてね、まだ。上から飛び越えられる。ふっ。バコン持ち上げ、よし。バコンってした瞬間、絶対に加速つかないんで、持ち上げ狙ってました。はい。で、車で加速はいらん。最悪。やばい、ターン、シュイーン、待てー、まだチャンスあるかな。下ルートを選択、トン、気絶じゃ、こら。ゼルダのクッペ、デンジュン、デンジュン。さあ、アイテム出たか、アイテム出た。あ、2つ出た、俺のは。なんでやねん。
俺の分なしかよ。さ、ドゥビドゥビ、ドゥバ？うわー、なにこれ、お手柄せい。超お手柄せいじゃないこれ。あまりにもお手柄せいすぎて、ビビってまうやろ、こんなん。いたー！あ、これでもリセットされるか。あ、リセットされへんか、あかん。この中のアイテムがリセットされないとね、リンク取れへんからね。ほら、これこうやり直すと意味ないのな、これ。ルイジいけるか、ルイジいけない。マリオは？マリオいけてるやん。あ、リンクあるやん、ここに。なんや。それ早言うてくれよ。ほんなら、なんかうまいことさ、これ、オンオフ、変えた瞬間、先行かれちゃうもんね。俺たちが先行くことになるで。もしくはまあ、これで、先行ったろうか、こうやって。あ、マリオ来てくれるってさ、ナイス。オッケー、オープンしよう。マリオ一緒に来たわ。で、くっちゅに、トリンクやな。縦対決。ふっ、縦。よし、押し付けろ、押し付けろ。今や、かわせ。ルイージ押し付けろ。ふっ。で、これで、みんながジャンプする読みで、そのまま押し込むわ。ダイレクト貫通拳。ほい。かわして、まあ、ぐさぐらずでいいかな。ぐさぐさでいこう。ほい、これでオープンしよう。オープン。うわ、ルイ取るんか。やめときや。まあ、こっからボス戦やしな。はい。よし、ボス戦大丈夫。生貫通で行くわ。はい。ゴー。おっしゃー。リンク取らずにゴリン。マリオ&レイジプログラム。さあ、なんかのお家捨てですかね。お家の中から何か条件でも取るのか。ルイージは上に向かった。はーい、はい、はい、オッケー。まあ、宝探しゲームやね。向こう側で50コイン獲得してる感じが、まずアイテムから入ろうか。順番にまず条件戦の定石。まずアイテムから入りましょう。で、オープン。なやこれ。当たり外れ。もう一回行きますか。当たった。オンを変えてくれ。そっちがオンを変えねんってさ。あれ？なんでみんな変えへんねん。なんでやねん。全員サボろうとすな。いけるか？あ、違うんや。サボろうとしてないわ。ちゃんとやってくれてそう。その結果がこれやわ。ここで待っとくか、じゃあ。よっしゃ、行け！条件達成！戻ろう！高速戻りの術！ゴー！行け行け行け！逃げろ逃げろ逃げきれるか？この子来ちゃうか？させるか？こら！お前！しまくぞー！待て！うわー！もうあー！待てこらー！うわー、ちゃんとうまいし。マリオ、なんか、キノコに変えられてるやん。チェーンジャンプラスティング行きましょうか。ブラスティングコーススタート。さあ、プリットして当然このアイテムを取らせてもらうで。この魚を、さあ、コネキメンバーそれ一旦待った方がいいんじゃない。結構、難しいこのコース。舐めたらあかんわ。さあ、マリオ取らずに来たという形になってるぞ。ほい。もう貫通拳で行くわ、これ。貫通拳でそのまま切っていって、マリオこれ一回取りに戻るか。取りに戻らないよ、選択している。ほんなら、まあ、俺はカワスで行くわ。しっかりとしたこのキャラコン。よし、低め狙います。ゴリン。カテコン？カテコン行きましょうか！スタート！さあ、これは簡単コース。猫が、猫っぱり！猫っぱっていく！オッケー！ライナー線のあたり！どうか！生切り！で、入らない方が早いという判断。で、ここは、生切って登っていく。フリアにパンチされそう。フリアのパンチ、避けていこうな、絶対に。フリアあいつ、結構、心鬼にしてきてるからね。一旦こう、やらない。安直にこのライナーを使ってはいけない。よし、フリオずれた。で、ありへぇ。ふっ。ゴリンのようなも見えますが、どうか。ゴリン。ディスレベルゴエズズやオッピボー。行きましょう。スタート。ディスレベルのゴエズズじゃなんちゃら。おっと、左捨て。さあ、これ青い人なんかうまそうやな。そのしゃがみジャンプの入力の感じ。なかなかあなた猛者でしょ。ほら、なんかジャンプするときに頭下げてるとか、ほら、回転ジャンプとか駆使してるその感じ。ほら、太陽くん。ただものじゃなさそうやね、君。過去に向かおうか。待て太陽くん。おーね、わざと減速してきた、シャンシャンか。いたずら、シャンシャン。減速してきたよ。さあさあ、シャンシャン。ま、これは右から下へ、ターン。うわ、なんやそれ、うまっ。なんで読まれるってことさせるか、そんな。その手に乗らんぞ。ほっ。はい、絶対そうなると思ったわ。ほら、君のことやもんな。君のぐらいの実力やったら絶対そうやと思うわ、俺。もうこっち向いてたるわ。こうじゃ。もうこうなったら。みんなで寝直しませんか？ギリギリで。マリオ、刺激すんなよ、青い人。ルイージやめろ。ほら、刺激し、あげたいとあかんねん、こういう人間には。二の四。
2-4スタートー。さあ、落ちたかと思ったけど落ちてはなかった。で、ルージメンバーなんかぴょこぴょこしてるぞ。かなり打ち上げられてる。ワインティムから入ろうか。あー、取られた。くっそー。いや、取らなきつそうやねんな。いや、もう行くわ。このまま子猫逃がしたら俺の責任で負けになるから。ここは俺が、奴をブロックする。ふっ。さあ、子猫それ、ウェルと外れてあってほしいが、合流か。合流からの、まあ、そのままスルー。で、誰のところもなさそう。ファイヤー取った方がいいんかな。なにこれ、感知、ファイヤー。やばい、ピコパーになるんちゃう。ここで待っとこうか。この割れ目で。あ、かわいそう。変わった。で、ファイヤーとかもあるけど、あ、でも別にあれやな。あの、落ちるわけではないんか。ピーンやろ。おし、閉じ込めた。あ、敵閉じ込めたぞ。いけ。なんか誰、ファン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 待つしかないな。ほい。ラスト。さあ、人物来た。オープンですよ。ファンファンファンのレースないからね。ここ、オープン。さあ、終わってないこれ。ああああ、最悪や。上に打ち上げられた。は、どういうこと一体。はい、地下。地下ですね。スタートー。さあ、ありがとう、出てんな。潜り込んでいきましょう。さあ、どういう地下コースか見ていきます。パッキーも出るから。まあ、待つか。ファイヤー取る人もおれば。子猫やめときや。まあ、むちゃくちゃせんときや。これ一旦譲るわ。先手。パワーブロック持っていこうか。これで、パックンとか警戒するわ。アタック、よっしゃ。パックンを貫通して一気に先手しちゃう。赤ドカンは危ない。よし、今のいい判断。絶対今ので突っ込んでたらアウトやったから。しかも大きくなった。滑っていって、食らわないように調整しつつ、ほい。さあ、このギメンバーからの距離を取っていく。距離をずれた言うべきですかね。で、これで、ワン、ツー。ご視聴ありがとうございますぞ。言いたいよな。協力、協力、協力。協力、協力、協力、協力。いつか恋人よ、あなたのこと。すべて包み込みたい。私の瞳に映る姿、優しく見守れたなら。